パート2です。高橋さんとお話している超弦理論と輪廻。パート1では、紐という最小単位、その最小単位が開かれている場合、つまり両端がどことも関わっていない場合、それが D ブレインという土台みたいなもの、それと結びつくことによって、その紐がさまざまな動きをする、そういうイメージを語ってきました。では一方で、重力子っていうのは、紐が両端で結ばれている円、閉じた弦というふうに定義されるのですが、その重力子とはじゃあ、先ほどの D ブレインとは違うのか、違うんだったらどういうものなのか、しかもその重力子はまだ実は存在が推定だけされていて発見されてもいない、そういうものとも聞きます。高橋さん、この閉じた弦、または重力子、どういうふうに考えたらいいんでしょうか。よろしくお願いします。お願いします。で、先ほどのこの2枚目の絵の続きなんですけれども、まさに先生今言われたその閉じた弦、有力子っていうのは、その絵がブレーンがあってですね、で、3次元の世界がそれですよっていうところで、我々を構成するものがこうくっついてる、D ブレーンにくっついてます。で、そういう空間、実際には3次元空間のブレーンなんですけど、それがいくつかあるのかなっていう部分を、謎めいてるんですけど、あと高次元の方向に向けて、そのブレーンの外側っていうんですかね、ブレーンのそから離れた部分っていうのが存在してて、それを高次元の軸っていうふうに書いちゃってますけれども、それがあるはずです。で、閉じた弦っていうのは、このブレーンにくっつかないで漂っていると。謎のやつになるわけですね。だからその重力子っていうのは、ブレーンに拘束されることなく漂うものであると。だから重力っていうのはブレーンを超えて伝播するものなんじゃないか。で、もし他のブレーンっていうのがあったら、それに影響を及ぼすじゃないかっていうふうに、考えた人たちもいっぱいいたっていうところですね。だから、これ、自在に、だって実際には切れてくっつくとかにもあるようなことを聞いたことあるんですが、今回はそこは立ち入らずにいきますけど、重力子っていうのは、ブレーンからこの解放されていると。ってことは、高次元空間移動できるわけですね。そうですね。だからもうちょっともう具体的なイメージがもうできない状況になっていくわけでして、どんどん話が飛んでっちゃうんですけれども、じゃあここを踏まえて、この3枚目という3枚目ですにいきね。ましょう。で、今日のちょっと締める話の方に移っていきたいんですけれども、このブレーンとビッグバンサイクリック宇宙論という、どんどん話が途方もない話になっていっちゃうんちょうど重で力す子がね。高次元空間移動できる、始まってますね。そうですね。で、今、この閉じた弦っていうのは重力子であると。で、高次元空間を移動できちゃうということで、この3枚目の円の話をするんですが、そうするとですね、他のブレーンがあったとしたら、引力を呼ぶんじゃないか。で、引力、じゃあ、ついちゃうから、ブレーン同士が接近して衝突するなんてことあるんじゃないかっていうのをやっぱり考えた人がいて、スタインハートとトロックっていう人がそういうことを、考えました。で、もう21世紀入ってます21ね。世紀に入って、で、2つのブレーンの衝突っていう、アイディアは、ちょっと前、1999年にやはり同じ2人、スタインハートとトロックっていう人が、これなんか講演会かなんかで、2人が同じ講演を聞いてて、面識なかった2人が、だっとこう講演者に質問に行った時にぶつかることあるんじゃないのみたいなのを同時に聞いたとか、どっちかが最初に、同時に思いついたって言われているらしいです。で、このまたビッグバンとかいう話になってくるんですけれども、宇宙の始まりのと宇宙のころ始の、まりの話ですね。で、カントはやっぱり宇宙の始まりについても考えなくていいよみたいな、それは全部アンチノミーとかって言ってたんですけど、そのカント先生の教えをもう後輩たちが破りまくって、そういうこの世の最小単位だの、あるいは宇宙の始まりなのについて思い巡らしてるわけですよね。そうですよね。で、で、そのビッグバンという大爆発っていうものが、実はブレーンの衝突なんじゃないか。そうなんですよね。そして宇宙というのは、実はこのブレーンが接近して衝突して離れて、そしてこのブレーンの接近衝突、
離反というものこそ宇宙の始まりと再生と終わり。だから始まりも終わりもない世界ですね、うん、なんかね、振動しているっていう、こういうアイディアはなんか昔からちょっとあったらしいんですけど、その超弦理論とブレーンを踏まえて、うん、まあ、ある程度具体的に書いたのはこのサイクリック宇宙論っていうものだそうです。でこれってだから、まあ、今我々の宇宙ってこうビッグバンがあってからか離反してるっていう状態で、まあ、膨張宇宙という、世界を我々生きてて、でまあその膨張のエネルギーとかそのビッグバンを起こした時に大きな役割をしたのがダークマターっていうのがあったり、そのダークエネルギーってやつで我々はこの膨張宇宙を生きてるとか、まあそういう話が、うんうん、ここで結論としてあるんですけれども、これなかなかすごいですよね。で収縮している、したことがあるっていう証拠はなんか、まあ、なかなかないんじゃないかとか、無理なんじゃないかって話は。膨張しているという証拠はあっても、収縮しているという。収縮しているっていうのはね、なんかまだ見つかってない。これはだからまあ、言いっぱなしといえば言いっぱなしなんですけれども、うん、まあ、そういうこと言うと、まあ、全て言いっぱなしの世界っていう感じは理論物理学なんで、なかなかこうそこをモデルを立ててよしやるぞって言ってこう探って、実験とか観測で探っていく世界なんで、いろんな可能性がある。式が立てられて矛盾がなくて、で、うん、それならばその可能性はあるっていう形で、まあ、神の領域に入っていくことなのかもしれないですけれども、うん、こういうのがあると。でなんかね、これもちょっとサムネには書いてちょっとしか書いてないんですけど、その収縮していくときには時間は負の方向に行くんじゃないかとかね。で、前回、まあ、ループ量子力理論だと、そのちっちゃいあのサイズになってくると、時空自体がもう量子化されて、あの不確定性を持つので、うん、時間の方向もなんかよく分かんなくなっちゃうって話をしたんですけど、で時間というのは我々が認識している時間を我々が認識できているだけであって本来ないっていう、なんかすごい言い方もあったりするんだけど、うん、まあ、一方でこういう超弦理論でのブレーンの動きっていうところからこういう理屈も、まあ、モデルも立ち寄ると。で、なんか、ね、収縮、宇宙の収縮っていうのは、うん、先ほどのブレーンの離反というふうにイメージしておいていいんでしょうか、それとまた別なものでしょうか。離反するのは離れていくっていう感じ、うん、で、まあ、で引力でこうぐーっと接近してて、バーンってビッグバンが起こって、で、まあ、離れていく、そのエネルギーで離れていくっていうんですかね、うんうん、そういうイメージ。でその離反っていうのが宇宙の終わりというわけではないなくだからですね、我々が多分今生きてる感じなのかもしれないですね。その、あ、うん、我々今我が生きてる、またはビッグバンがあってことだと膨張する宇宙を我々生きていて、うん、でどっかで限界が来て、うん、でそこで止まって終わるとかね、いろいろあるんですね。全部が破壊してしまうとかあるんですけど、このサイクリック物理はサイクリックなんで、もう一回また縮み出すと時間が逆転して、うん、で、またバーンってなって、で、また広がっていくっていう。ただ、で、そのブレーンも、その多項次元空間に何次元かのブレーン、3次元じゃないブレーンもあるかもしれないし、で、3次元ブレーン同士がぶつかるっていうのを、まあ、これ想定してるんですけれども、そういうので、そのぶつかったり離れたり、ぶつかったり離れたりっていうのを繰り返してるんじゃないかっていうような、まあ、ニーチェはそれを見たのかな、ね、英語回帰です。英語回帰ですよ。うん、本当に。見ちゃったのかな、うん、彼は、うん。それを、何か雷の鳴る夜とかに。かもしれない。ピアノ弾きながら、うん、本当に。なんかね、その、うん、なんて言うんだろうな、イメージしちゃったのかな。イメージっていうのは、うんうん、それは、なんか、その、宇宙のエントロピーっていうのをやって、てる人がいてですね、でその計算によるとその50回目じゃないかとかね、50回ぐらいこれをやってるんじゃないかとかいう、うん、まあ、そのつまり繰り返してるうちになんかだんだんこうこなれてきてですね、で人生なんか彼女は人生何回目だね、気がつくねとか、僕はまだ人間1回目だねみたいなことをこうよく冗談で言ったりとかするんですけど、うん、案外ね、だからそうまだこれ全然わかんないですよ、仮説、数学モデルから出てきた仮説でしかないんだけれども、この始まりも終わりもないっていうこの世界で、そこにはまだある種神も何もないっていうか、そのみんなが平等なんですよね、知的生命体もものも何も関係なく、あとこの英語回帰の摂理の中に存在、関係性を持って縁があったら、なんか物に、なんか発生するしっていうようなことが繰り返されてるっていうイメージっていう
だからあの、ニーチェの永劫回帰に善悪なんか入ってこないんですよ。うんうんうん、上下とか。善悪の彼岸ですよ、ね。彼岸行っちゃってるんですよ。うんうん、そうそうそう、うんうんうん。だからね、これ、その、これが主流ってわけではないんだけど、必要に話としては面白くて、で神がある種出てこないんですよね、うん。まあ、これ自体が神かもしれないし。うんうん、だから人格心みたいなものを神と呼ぶなら、そんなものはちょっと多分ないだろうけど、あ、うんうん、ただあの、オブジェクト論でも、オブジェクト論でいう神は、そのイエスとかそういうのを多分指してないので、全然あの。もっと別なものを、あのオブジェクト論の哲学者たちは神と呼ぶ人は呼んでるはずなので、それはやっぱりあのもっと神の定義も今までとは変えて、でそれちょっとこういうのを神と呼びませんかっていう、そういう話になっちゃいそうですよね。うん、そうですね。なんか日本人に合うんですね。だからあのコメント書いてる方もおられましたけど、うんうん、私もちょっと思ったんですけど、その八百万の神とか、その精霊とか、うんうんうん、まあ、北欧の人とかも言いますよね。しっくりくるんですよ。しっくりきますよね。うん、あの北欧とか行くと、あれ、やっぱりあのこの石を解けるときには精霊とお話をしてとか、うん、あの精霊見たとか、うん、あのいう人もいてですね、うん、なんかそういう話をしたことが、うん、ありましたけれども、うん、あ、でそれは日本人としっくりくるねみたいな、うん、でもなんかそのある種のなんかその半信論というのもちょっと違うかな、なんか非常に感じるところはありますよね。うん、でこの宇宙の、始まりと、終わりが、なんか始まりとか終わりとかちょっと言えないのか、接近衝突離反、ね、接近衝突離反、本当の始まりってどうかなって、うん、もうそういうものだっていう感じですよね、うん、なんかドンってあるっていう、うん、それこそ義分で突如として、うん、そうなんですよ、義分なんですよ、義分です、義分ってそうですよね、うん、ドンってプッと出てくるっていうあのイメージで、ビッグバン、そもそものビッグバンっていうのも私もよく分かってなくて、あれなんか最初にインフラトンっていうのがあって、で一気にガッと拡大するときに、うん、その量子力学レベルからグッとものを構成するレベルまで拡大していくので、あの始まるっていうんですけど、その最初のその不確定を確定した観測とかいうのを行う、その外から影響しているものがあるのか、別の宇宙があるのか、別の知的生命体があるのかとか、うん、あのいうのを、まあ、これだとクリアできちゃったりするんでね、あの最初からこう最初も終わりもなくてこういうもんだっていう、ただ疑問は残って、もうこういうそのサイクリック宇宙論みたいに、なんかその人間とか神とかを排除したいるのがある一方で、人間原理っていうのもなんかあってですね、この人が3次元の知的生命体ができるように世の中は設計されてるんだっていうのもまた一つなんか柱としてあるみたいで、この辺はなかなか深淵です、うんうん、天才には真実が降りてくるのかもしれない、うん、ですけれどもね、うん、仏教ではなんか業っていう言い方をして、なんか未来永劫とか業、はいはいうん、これをなんかとりあえず宇宙が生成して膨張して、で破裂してみたいな、それが繰り返すんだそうですよ。だから宇宙、あ、じゃあもう完全にこれですね。宇宙にも輪廻がありますよっていう、うん、だから今から3つ前の5ではとか、今から4つ前の5ではとかっていう、一つの5がすごい時間だから、よくそんなこと言えるなと思うんだけど、そういう話してるんですよね、うん、仏教の中で。これですよね、まさにあのサイクリック宇宙論ですね。うん、面白いですね、うん、だから、まあ、ニーチェもだからその真実を見たのかもしれないし、うん、でそれ見ても発狂するしかなかったんでしょうね、そこまで見ちゃったら、うん、もう、うん、すごいなと。だからなんかあのラマヌジャンっていう人が訳の分からん数式を思いついたりとかした話を先生もされてたと思うんですけど、うんうん、インドの、ね、インドので結構創生され30代で亡くなってたりするんだけど、なんかそのそういう記憶のデータベースみたいなのがあって感じれる人にはバッと降りてくるとか、ああそうですね、なんかもう降りてくるよっていうふうに言ってたよね、ラマヌジャンとか、ね、まさに、ね、自分で計算してなんかこんなん出たとかそういう話題じゃないらしいですよ、ね、ない、本人思いついたと、嘘ついて思いついてたとしたらすごいですけど、そういうレベルじゃ、うん、あれ、うん、素人が見てもそういうレベルじゃないですから、うんうんうん、なんかねそこはオカルトじゃないんだけど、その生き物としての人間がその
なんか計り知れないものもあると。でこの宇宙論とかを結局その理論物理学で数学っていうのを道具にしてこの論理を立てているんだけれども、あの行き着くところになるとちょっとそういうなん神の領域じゃないですけど、まあ、神の領域に完全に入ってるもんで、うん、あの生身の人間で見た時に、うん、なんだこれみたいなものが出てくるっていうとこはある種そういうこと、天才たちのなんかそんな、そりゃ神の姿が生身の人間に分かりやすかったら変ですよ、うん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 、むしろそれ神じゃないじゃないですか、うんうんうん、なんかねそれはその想像力を持ってこういうこと考えてくる。であの先生も最近あのオブジェクト論とかで言われてる、まさに数学が道具であり武器であっていうかですね、うん、いや本当重要性っていうのは本当にそうですね、あの、うん、21世紀の哲学が、まあ、オブジェクト論であろうから、うん、多分、うんうん、だからそのことを考えた場合これからの哲学者にはもう数学はもう絶対いるなっていうのがなんかあの実感ですね。だから抽象的思考の極地ですもんね、あれ、うん、だから英語国語社会で入学する哲学家なんかも様子見ですよ ね、うん、ねえ、いやでも本当に過去の偉人を振り返るとみんなあれですよね、数学の、そう数学者、ね、パスカルとか、うん、もうまあ、うん、もうまさに数学とか自然科学の素養が、カントもそうですよ、うん、そうですよね、うん、実は数学ってやっぱりあのたしなみとしてみんな知ってるっていうか、うん、ああいうその巨人、地の巨人と言われる人はやっぱりやってて、うんうん、その後でも追いかけたいなと思うなら、うん、やっぱ数学やっとかないとっていうなんか月並みな結論になっちゃいますよね。ですよね。うん、なかなか今日は、うん、ありがとうございました。どうもありがとうございました。